ご覧ください、この行列。この高級寿司店、修羅寿司ではその人気から連日1時間待ちが続いており、いらっしゃい。俺は興津直江、行列のできる高級寿司店修羅寿司で修行をしている下積み中の寿司職人見習いだ。今日は店にテレビの取材が入った。はい、お待ちどう。うわー、店内も綺麗ですね。見てください、このシャリから大幅にはみ出ているエビ、プリップリ。この口の中に広がる甘みと芳醇な磯の香り、まるで無理やり海の中に引きずり込まれたかのようで。そいつはよかった。大げさだな。美味しそうですね。何よりもネタが新鮮で脂が乗っているし、そこら辺ではなかなか食べられない味かと。もっと具体的にだって。そうだな。ほら、何やってんだだおえてめえ。シャリに巣が入ってないじゃねえか。ああ、忘れてた。すいません。俺はミスばかりで、一人前への道はまだまだ遠かった。大丈夫ですか？またやってしまいました。この人は便利屋のローリーさん。これまで大将と二人でなんとか切り盛りをしてきたこの店だけど、あまりの忙しさに期間限定で店を手伝ってくれているんだ。翌日、じゃあ行ってきます。高級寿司職人の朝は早い。現在時刻は朝の4時だ。おう、お前も出るのか。おじいちゃん。ほい、送って行ってやる。今日はおじいちゃんとたまたま一緒になったから、市場まで送ってくれることになった。どうだ、最近は。ぼちぼちだね。ネタの仕入れ作業も俺の仕事だ。おう、来たな。今日はとびっきりのが入ってな。見せてもらえますか？まだ夜も明けきらないうちに市場でネタを仕入れて、帰ってきてシャリ炊きなどの昼の仕込み作業の準備。おはようございます。おはようございます。それから大将の包丁の包丁研ぎだ。そして休む間もなくすぐに昼の部の開店時間に。いらっしゃい、ローリーさん、上がりお願いします。はいです。最近この店は口コミで広がって超人気店になり、とにかく人手が足りないから毎日目の回るような忙しさだった。数時間後。じゃあ俺帰るわ。お疲れ。お疲れ様です。よし、今日もやるぞ。それから閉店後は残って翌日の仕込みの準備と魚をさばく練習。俺の一日の睡眠時間は3時間もなかった。とにかく俺は早く一人前の寿司職人になりたかったんだ。ああ、しまった。てめえ何やってんだ、ほんだら。だけど連日の睡眠不足もたたってミスを連発。ごめんなさい。正直体力はとうに限界を突破していたが、これも一人前の寿司職人になるために通る道。その夢を叶えるためにがむしゃらに頑張っていた。俺は末継健吾。それまで多少名の知れた高級寿司店で働いていた俺は30代にして独立。現在寿司職人としてはかなり若いうちに成功を収めた。ふぅ、たく本当に使えねえぜ。小さい店のため人件費を節約しようと従業員は一人、経験の浅いやつを雇って修行をさせているのだが、俺が一から鍛えてやる。はい、頑張ります。今日からよろしくお願いします。仕入れは俺にやらせてください。白掃除行ってきます。前向きで一生懸命なのは結構なのだが、その伸びしろのなさに俺は一人悩みを抱えていたんだ。そんなある日。はい、この道20年お寿司一本でやってきやした。20年だと？それは本当か？俺はかねてより採用活動を強化していたのだ。求人を開始し1年、ようやく即戦力になりそうな大ベテランが面接にやってきた。それじゃあもう一つ質問を。今までざっと何貫くらいの寿司を客に提供してきたのかな？ざっと3万貫くらいですかね。3万。おはようございます。ぜひ次はこの修羅寿司さんの方で私の力を遺憾なく発揮したいと。素晴らしい。君のような人材を探していたんだよ。面接中か。そして。おい、直江、ちょっと話があるんだが。はい。俺はその日唐突に大将に呼び出された。俺もこの店に入って3年だ。私生活も恋愛も捨ててひたむきに頑張ってきた。俺がこの店に尽くして3年、きっとそろそろ次の段階に魚を触らせてもらえるのかと思っていたのだが。ベテランを採用したからお前は今日でクビだ。え？いや、なんだか申し訳ないね。大将は信じられないことを言い出した。クビって、え？
この方はお前と違って即戦力になる。俺の店はこれからさらにもう一段階ギアを入れようと思っていてな。すまんがお前は足手まといだ。どうやら大将は有名寿司店で20年以上働いてきた大ベテランを雇ったらしい。ちょっと待ってください。俺だってまだまだですけど、3年間もこの店のために立派な寿司職人になるために今ここを辞めるわけにはいかなかったのだが。甘くねえよ。え？寿司の世界は甘くねえ。悪いがもう見込みのないお前を教育するほど暇じゃなくなったんだ。そんな。大将、いきなりそれはちょっと。この店のことは直江さんが一番わかっているわけですし。部外者が口を挟むんじゃねえ。でももへったくれもねえ。俺が首っつったら首なんだよ。そう、あくまでここは大将の店、大将の言うことは絶対だ。いいんだ、ローリーさん、ありがとう。俺の実力が足りなかったんだから。直江さん、俺は甘んじて解雇通告を受け入れ、そして俺の代わりにベテランの新人が知らずしに入ることになった。今までありがとうございました。おいおい、あとはこの私にお任せなさい。俺は人生で初めての挫折を味わったのだった。はあ、これからどうしたらいいんだよ。俺は途方に暮れた。今まで寿司職人になるためだけに生きていたようなものだから、まるで電池を抜かれたような気分だった。3ヶ月後、あれが23だろ、それで隣のが24、それから俺はこの日あまりにも暇で天井のシミの数を数えていたのだが、唐突にスマホに着信があった。大将、しかもそれは俺をクビにした知らずしの大将からで。直江、店に戻ってきてくれ。お前がいないと店が。え？しかも電話の向こう側の大将はなんだかひどく狼狽している様子で。それで俺は3ヶ月ぶりに知らずしの様子を見に行ってみたのだが。直江君、来てくれたんだね。え？少し前まであんなに賑わっていた店内からはお客の姿は消え、店はボロボロになっていた。3ヶ月前、直江がいなくなってからすぐに異常が起きた。おい、仕込みはどうなってる？もうネタがねえぞ。おい、なんだよこの寿司。え？ぐちゃぐちゃじゃねえかよ。なんだこれは。それはベテラン新人が握った寿司だった。君どうなってるんだ。寿司を握って20年の大ベテランなんじゃ。こんな握り一体今までどこの寿司屋で。寿司二郎ですけど。寿司二郎だと？なんとこのベテラン新人は激安回転寿司チェーンのバイトを20年以上続けていただけのただのフリーターだったのだ。職人ではなかったため寿司は機械でしか握ったことがなかったようだ。だから止めたのに。ベテラン新人は全然使えなかった。てめえ騙しやがったな。いえ、有名寿司店で修行していたのは事実です。ただのバイトだろうが。俺は職人を探してたろ。お取り組み中すみません。あ、私は今日までのご依頼でしたのでこれで失礼します。な、ちょっとローリーちゃん。ただでさえてんやわんやなのに契約が終了し便利屋のローリーちゃんまでいなくなる始末。そんなことが。どうもすみません。それだけじゃねえ。市場での仕入れでも。どこだよここは。広大な市場はさながらラスボス手前の最終ダンジョン。俺たちはすぐに迷子になってしまった。なあ、場内は区画が番号で表されているんですよ。数字やイロハで表されているのでそれさえ理解していれば迷うことはないんですけど。仕入れは直江に任せっきりだったために俺はほとんど市場に来たことがなかったんだ。そしてやっとこさ良さそうな仲卸業者を見つけたんだが。よし、これをもらおう。おい親父、このキャラマグロ、こいつを。誰だよてめえ。これはお得意さん用だ。満足にネタを仕入れることもできず。仕入れには仲卸業者さんとの信頼関係が大事なんですよ。僕は事前に新聞で情報を仕入れて毎朝電話して値段を確認していました。お前そんなことまでしていたのか。魚は季節や漁獲量などによって値段も品質も毎日変動する。いいネタを揃えるためにはこのチェックが欠かせないのだという。毎日会って話をすることが仲卸さんと寿司屋の信頼につながっていくんです。いいものを扱っている仕入れ先を選び、その仕入れ先と良好な関係を築く。ありがとうございます。この前の魚素晴らしかったです。はあ、
寿司職人にとって重要な仕事ですよ。そう、俺の知らずしはほとんど直江のおかげで繁盛していたのだ。直江がいなくなった途端、客はおろか寿司の提供すらできなくなってしまった。お前はなぜそんなに市場に詳しい？それになぜあんなに安く仕入れをすることができるんだ？なあ、実は俺、じいちゃんに連れられて5歳の頃から市場に出入りしていたんです。じいちゃん？ねえ、沖津六平太、うちのじいちゃんは無双寿司本店の大将なんですよ。なに？無双寿司はうちなんかよりもランクが一つも二つも上の老舗の高級寿司店。直江はその本店の大将の孫だったのだ。でも境遇に頼らず自分の力で身を立てたくて。それで直江は実家ではなく俺の店で下積みをしていたのだ。そうだったのかよ。衝撃の事実だった。てっきり万年見習い職人の使えない若者だと思っていた直江は超有能、しかも寿司職人の英才教育を受けて育った高級寿司界のプリンスだったのだ。俺はすかさず土下座をした。頼む直江、戻ってきてくれねえか。お前がいないともうこの店は終わりなんだ。この通り。だがそれが言いにくいんですけど、実は俺自分の店を出すことが決まりまして。嘘。あれからいろいろと寿司屋を回ったんですけど、どこも雇ってくれなくて、もう自分でやっちゃおうと。直江に案内されるままついていくと、そこには直江寿司の立派な店舗が立っていた。明日オープンなんです。ローリーちゃん、ご無沙汰です。便利屋さんにオープン準備を手伝っていただいてまして。そしてよかったらどうぞ。こいつは。直江は俺たちに寿司を握った。うめえ。その味は絶品。正直俺の握る寿司よりも完成度が高かった。ちなみに寿司も5歳の頃から握っていたようだ。その後、知らずしの店長は傾いた経営状態を巻き返すことはできず、残念なことに知らずしは廃業してしまったようだ。くそ。対照的に俺の直江寿司は大繁盛。見てください、この行列。すぐに行列ができる人気店になった。はい、いらっしゃい。俺はかわいそうだったから大将とベテランを雇ってあげることにしたんだ。ほら二人とも皿を洗ってください。はい。もちろん見習いとしてだけどね。